ナンバー9-582でお越しがとうございます。さっきもね、お車の指でしたから、秋田ナンバーとか福井とかね、小島拓磨選手は転んだんで、まあ、彼が転んでなかったら、まあ、勝てたレースかわからないんですけど、川崎 のバイクは本当は僕は10のバイク乗ってるんですけど、本当によく走って、皆さんぜひ、買ってください。あとは
あと、僕のメガニックのユキオさんと、本当はこの夏、オーストラリアで、いろいろテストして、結構いい感じに仕上げてきたんで、こういう結果が出たと思います。見に来てくださった皆さん、ありがとうございます。皆さん見に来てくれるんで、レースがずっと続くと思うんで、これからもレース見に来てください。あと、2010年モデルのデビュー戦だったんですけど、スタンダードマシンであれぐらい走れるんで、RMZ よろしくお願いします。応援してくれた皆さん、ありがとうございました。スタートをちょっと遅れちゃって、泳ぎ大変だったんですけど、転倒者も多くて、ちょっと危ない時もあったんですけど、ラスト1周なんかインタビュー何考えよう、何喋ろうかなとか危なかったんですけど、これもずっとプレッシャーの中本当に苦しかったんですけど、ヤマハさんには大変迷惑をかけてしまって、こういうところで恩返しができればなと思ってます。去年静岡来たんですけど、今年から大阪来て、親には大変迷惑かけていろいろ助けてもらってるんですけど、こうやって来たら出せて、2位にも行けそうだったんですけど、また次これから2戦あるんで、これからも頑張っていくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。